もうね、なん引っ張ってきたわこいつ。はい、えー、胃が痛くなる回です。ここでね、すで <laughs>、ね、に胃が痛い。ね、いやもういやねって。ねってあれだよ。<laughs> お前が言う。<笑><笑>いや、いやーあの普、ー、段、はい、はやっぱりこうね、こう生徒さんにダメ出しを、うん、指導をする立場なんですが。うん、はい。 やっぱりこのやりとりをこうちいちゃんに見ていただくっていうときにはどうしてもこう僕はですね、うんはい、もうハラハラする立場になるんです <laughs> ちょっと生徒さん側の気持ち。そう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 。あもうあもうごめんごめんごめん。許してあげて許してあげて。<laughs> <laughs> お大変おだまって。ちょっと私が悪大官みたいじゃないですか。<laughs> もうお願いします。息子だけは。<laughs> いややっぱさあいきますよねそうねだからこそまあ先週のねタッカさんなんかもうほびっくりするぐらいの成長を遂げてますからいやとっても同一人物には思えなかったですいや思えなかったもんあなたがもう人じゃないみたいなした人でしたからね最初はねいやすごい成長すごい成長されましたでまあ次の方ですよねはいはい まずマッチングアプリでマッチした女性と LINE を交換して少しやり取りをしました。このやり取りの中に子供っぽい人は嫌とありますが子供っぽい人というのは表につながらないのでしょうかっていう人。まあもう正直この聞いてるポイント自体がずれちゃってるんですけど。ずれてますねこれが外痛いなと 収録前に俺こいつのこの人の開いた瞬間に、うん、あこいつイライラしたんだよなって言ったもんねちいちゃんね。<laughs> そう。もうね、<laughs> そうなの。もうイライラ思い出しちゃって。これ痛通回だわ、これ。はい。はいえっと、左が男性、はい、右が女性でございますね。逆じゃないですかん ああそうだ逆ですね左が女性右が男性はい、はい、すみません追加しました早生まれの姉貴って言えば伝わる、うん、で男性が何とか姉貴、うんえー、ヤンキーみたい笑で、えー、女王を伝わった、うん、いやいや真面目よいや怪しいな高校どこやと、うん、え本当ってまるどこうやったと、まあ、女性の高校ですねまる高校そんな場所あると、うん 俺〇〇自分の高校ですね悲しい結構有名。普通の県立じゃないというと、うん、<laughs> 普通の県立だよってこと。あれあれてかしき仕事、うん、え午前中仕事で終わってからとばちと遊んでた。れね、うん、今日電話せん。ごめん今日も遊んでる。ピエン。うん、<laughs> ピエンはやばい。もうこれちょっともう不穏だよ。<laughs> もうやばいよこれ。 こ <laughs> いつわざとやってるだろうこれいや本当にわざと人を色つかせてますね俺いやこれはいやこれは P 案件でもお前が <laughs> 本当件じゃんほんにお前だよ前、えー、悲しくて死んじゃうお子ちゃまだな、うん、うわバカにされたもう心持たん、うんえー、子供っぽい人は嫌だもん、うん、そういう人大嫌い笑,、うん、笑恋愛対象ではない 終わった。終わったよもう。自立してる人がいい。それな、うん、かっこいいよね。自立してる人。うん。うん、終わった。って自立してない。<laughs> 今はね。でも将来一人暮らしとかしたいからお金食べてる。じゃあ心も大人になろう。<laughs> <laughs> うんそうだね,ううね。終わり。もう終わり。終わり。もうなんか子供っぽいとかそういうレベルの話。じゃ,ない,じゃないんだよね。子供、うん。しかもこの人の質問がこれで。 子供っぽい人は嫌とありません。子供っぽい人、も <laughs> っ手につながらないでしょうかって、もうそうじゃねえから、そこじゃないから。そこじゃないぞって、うん、話にもなってないからな。うん、<前>そう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 。<laughs> いや、これ多分今頃ツイッターにさらされてるだろうな、このやり取り。いや、これさらされてる。いや、これでも、うん、あの結構バズる案件ですよね、本当に。これさらされてる、うん。そうそうそう。うんと 多分ね大盛り上がりするやつやつですねこれね。まあちょっと頭が痛いですねこれは。じゃあまあちょっと頭から見ていきたいと思いますけども。はい。もうブブーって言ってくださいね。はい。追加しました。早バレのねきて言えば伝わる。なんとかできヤンキーみたい笑う。はい。もうここだよね。もうここ。なんでここというの？いやそうだよね。もう半分終わったとこだよね。 いやもうそうですよ。これ返事来たのが奇跡ぐらいです。うんうんうんね。うんうん本当にヤンキーみたいなと幼なこと言わんでいいんだよ。ねえ。うん。だからそのアプリで出会まだ会ってなくてやり取りしてるのと、例えばナンパとかでも要は顔を合わせて距離から進めてこう言い合うのと。そう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 。その温度差がわからないっていう時点で、うんうんもう絶対にこうこいつ 無理してるなっていうのはバ、うんうん、バレるバレるるからし無理してほどし無理し,、うん、してほどやるキャラでもないっていう。で、すよえー、いや怪しいな、高校どこやと <laughs> これもどうなんですかこれ大体 <laughs> この質問がなんかもう、うん、ちねなんかそれこそ中学お前何中みたいなそういう話そうそうそうそこですもんねねえ、うん、これはまあ地元にもよるのかなまあそっか、まあ、あの私の生まれの熊本なんかだと中学を聞く高校を聞くっていうのがこう,うん,、うん、なんて言うんでしょうねもう当,たり当たり前になっちゃってるところがそうなんだはいはいはい。 だけどあれももうやめた方がいいと思うけど、ね。いやいいよだって大学生とかになってね、うん、なんかいちいち「お前どこだい?」とか聞くやつ出さってもう散々言われてるじゃないですか。そう,そう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 。ねえ。コンプライアンスですよ。<laughs> ほんともう個人情報なんだからそういうの聞かんでほしい。聞かんでいいってことですよね。うん、で高校答えたら「前宮、うん、高校そんな場所あると? <laughs>」もうねなあ、引っきたわこいつ。 お前自分の高校そんな言われてどう思うよっていうね。ええー。こんな場所あるとっておいおい。結構有名。<laughs> じゃあまあなんで聞いたの。いや<れ>本当に。<ー>ねえ。いやこれ<ー>例えばこれが自分がす。 すごい偏差値の高い有名高校で、それを言いたくてとかならまだわかりますけどまだね、それダメだけどね、まだわかるよねそう、まだわかるんですかだから見てるとそういう感じでもなさそうなし何も考えてないのそう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 ここどこえ、それどこ有名もう小学生だもんね確かに、ほんとにあの子供っぽいって意味じゃなくて、知能が低いって意味でうそうそう。 私も本当その通りだと思う。ね。そこ、もう普通の県立じゃない。という,うと、<laughs> <laughs> もう一個話なじゃない。これ、サンドウィッチマンだったらちょっと笑い取れるかもしれないけどね。そういうコントとして見ればね。そういうコントとしては。あ、これ、あっちの低いなー。これ、やべえなー。うん これはやべえな展開もちょっとムカつきますよね,ねえこの背景画像がちょっと風潮被害を受けるよ <laughs> 確かに <laughs> 本当にこれピ今日電話せん今日も遊んでるピエン <laughs> このパワーすげえなこの技いやーなかなかこの技出せないですよえこれマジでこれマジでスカレにいってんのこれ何何 <laughs> 何を目的にしてるのか,<れ>かわいいだかわいい系男子をなんか風に言ってるんですかねあ甘えんぼ的なあそうそうそう甘えんぼ男子みたいなだから自分のこと千葉雄大君みたいだと思ってるんじゃないですかわ <laughs> からないけどああ <laughs> 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 もうほら岡田さんが言葉を失ってる <laughs> あだからあれかあの 中二秒とかで漫画に影響されて、うんうん、うん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 、オラとか自分で言っちゃうみたいな感じか、<笑><笑>この人は。たぶん、その延長でしょうね。うんだから、もうある意味悲しくて死んじゃうって言ってるけど、うん、ある意味死んでんだね、もう。<laughs> <laughs> <laughs> 死んでんだよ、こいつはもうん。死んでんだよ。 いやーすごいな。これだから女性がよく返事してくれてますね。いや、まあ遊んでるよね、うん。あ、まあそっか、暇つぶしか。うん、完全に遊んでるよね。うん,うんうん、うんそういうことか。だからもう、この最初の、うん、この2つでカチンときて、うううんうん、うんまあ遊んでるよね、この辺から。ほら、ね、ここそうそうそう。あと <laughs> でツイッター e どうせよって感じなのかな。こいつがどこまでバカなのかっていうのんごうめん,うん,うん,、うん、今日うも遊んでる。 ピエ,<く>ピエンはやばい,いや <laughs> これピエン積もった<や>つぼったんでしょうね別の意味で確かにピエンはやばいこれ多分隣の友達が言ったんでしょうねピエンはやばい <laughs> それそのまま打ったのかいやこいつやばいな相当これは久々にやばいですねこれはやばいねマジでうん<ー>マジでやばい あのそのさっきもお母さん言ってたけど、うん、その子供っぽいを本当に知能指数低いやばい男って思う自覚した方がいいこれは世間が言う少年みたいな人とかとは全然違う時点の話だからあそう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 そ、うん、う,うん。うそ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 ううそ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 ううそう 人間対象ではない近いですよね。もう犬と人間ぐらいのそうそうそう感じがね女性は伝えてますよね。もう終わったって呼んでるもんね。本当だ。終わってるよ。終わったよアリサべてじゃ心も大人になる。だからまあ一つこういう最後イヤミを言いたかったんだろう。そうでしょね。まあそれも分かってないでしょ。うん何も分かってないだろうな。 小学生ぐらいの男の子とのやり取りみたいですね。そうだね。しかも小学生でももうクソもてない、うん、気持ちそうですよねそう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 。だからまずはこの人は最初まず、うん、本当基本としてこの距離感でこう言われたらどう女子はどう思うかっていうことをまず想像した方がいいよね。う,うん。そんな地元の女友達にね、LINE してるわけじゃないんだから。そう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 。うん、ねえ。 そう距離感の詰め方が下手くそですね。うん、急すぎるよね。だから、うん、な、まあ同時にやっぱ仲いい人いないんだろうな、なり。ああ、そうそうそう。だから疎まちないんだろうなっていうのがすごいわかる。うんわかんないんだろうね。うん。だからそういう人ほどひれっちゃダメなのよ。本当に。いや、そうなの。よけなことしたくていいの。うん、分かるよ。ありがとうでよかったのよここ。そう、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 そう。本当にね。えうん、本当それに尽きるな。 くそ気持ち悪いわ <laughs> いわや本当にこれはゾッっとするレベルですよ、ね。いやマジやばいねこれね。だいぶやばい。あ,<ー> <laughs> あの私、この今日電話線もムカつくんですよね。わわかかるかる,かる何にも話一つも盛り上がってないのに、いきなり電話出ると思うって感じ。そもそも、お前と電話するメリットは何いや本当そこお、お前はそれを何か与えられてるんうんいよね <laughs> 本当そうですよ。<laughs> 電話でもピエンって言うのかな。<laughs> い,やーいやだー。きついやまあだからまあ本当こういう人ほど本当、うん、ひねっちゃダメ。そうねそう。本当に。う,うん、うん、本当に。うんもう敬語でもいいぐらいですよ。いや本当だってこんな会話だってもう、うん、けん。 こうエッチしてすごく相性よくってめっちゃイチャついてる時に、うん、その場だけでちょっとやってもいいかどうかみたいなそんな感じだよね。これをいきなりライン上でやるのはかなりまずいですね。やばいねこれは、うん。しかもなんならピアノも,もうちょっと古いしね。いやだからこう。 その本人こうふるって突っ込んでほしくてやったのかわかんないけどだかもうだかなんて言うんだろうなそういうのを想像してあげることすら面倒くさい、うん、全部ガチっぽいしさそう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 、うん、そうなんですよねこれはちょっとこの寒い空気でももう終わっていいですかそうですね僕,、うん、僕はここからリューカバリーすることで <laughs> いやこれは無理ですよねうん まあ、なんかひ多分い全部聞き直して、うんうん、そこから出直してって感じですね。そうだね、うん、あと添削を送る時にキャプチャー取る時はせめて背景見やすいやつに変えろよっていういやーそうですね <laughs> そういう気配りもできないのだうなそう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 いうとこだぞっていう方が、うん、そういうとこよ。一一、うん、個1個ね、うんはい、という感じでございます。ではありがとうございました。はい、ありがとううございました <laughs> さようなら ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。